チース、今月来月先月です。というわけでね、今回は動画撮っていきたいと思いますけれども、今回はこちら日本酒のね飲んでみた動画の方を上げていきたいと思います。で、今日飲むのがですね、岐阜は飛騨ですね、岐阜県は飛騨の宝来というところが作っている、宝来蔵元の隠し酒の中でも、限定品ですね、とっておきの辛口という日本酒をね飲んで、その感想をレビューしていきたいと思います。で、こちらね、宝来って書いてあるんですけれども、酒蔵の方がですね、渡辺酒造というところが作っております。で、この渡辺酒造っていうと、割とこう最近だと W っていう商品がね結構人気がある、甘口でね美味しいお酒を割と作っているところなんですけれども、それがね今回は、とっておきの辛口ということで、ちょっとこれをね実際に今から飲んでいきたいと思います。で、こちらのお酒ですね、ちょっと裏書きがあるので、そちらをちょっと読み上げていきたいなと思うんですけど、宝来蔵元の隠し酒番外品、宝来蔵元が秘蔵するとっておきの辛口を蔵元の隠し酒番外品と銘を打ち、数量限定で販売いたします。極寒仕込みの新酒の中から特に出来のいいものを選び出し、朝絞ると同時に、即氷温熟成いたしました。日本酒本来の味の成分である吟味、旨味等を最高に引き出した一品です。辛口なのにお米の甘みと酸味がほんのりと乗って、ただ辛いだけのお酒や淡麗すぎるお酒とは異なる芯のある芳醇な辛口に仕上がっています。保存するには新聞紙を1枚巻き、光を遮断して本来品評会に出品する最高の貯蔵管理方法で蔵出しいたします。どうぞ冷やのまま出品酒を吟味するお気持ちで、気持ちでお召し上がりください。ちょっと何回かねカミカミしましたけど、まあ何しろかなり贅沢な部分を抜き出していて、ただの淡麗とかみたいなものよりは旨味もちゃんとあるぞということがね、端的に書いてある感じでございます。というわけでね、今から実際にこちらを飲んでいきたいと思います。はい、というわけでね、今からこちら注いでいきます。よくしょ、色は本当に綺麗な透明ですね。特に白濁をするということもなく、まあ織りが絡んでるとかね、そういう感じもない、本当に綺麗に透明な感じです。では今からこちら飲んでいきたいと思います。はい、それではいただきます。あ、香りはねそんなに強くないですね。ほのかにちょっと甘い香りがします。あの辛口の酒っていう感じではなく、お米の香りが結構しますね。うん、吟醸香って言っても差し支えがない、あのほのかに甘い香りがします。うん、ああ、うん、まずね特徴としては味はそんなに濃くないですね。あのスッと入っていく感じで、ここの喉に引っかかることもなく、スーッとこう嫌味なく入っていきますね。で、鼻に抜ける香りもそんなにめちゃめちゃ強くはないんですけど、あの甘い香りが軽く抜けます。で、軽く抜けた後にずっといますね。なので本当に香りが強いっていうわけではないんですけど、香り高い日本酒だと思います。で、確かにその裏書きにも書いてあったんですけど、ただの淡麗とか本当にただの辛いお酒と比べると、その甘みがある分旨味も強いですね。なので旨口の中の辛口っていうタイプのジャンルに分類されるのかなっていうような感じはします。ですのでお刺身とかにはちょっと合わないかなと。まあ合わせられないこともないと思いますけど、日本酒にそのお刺身に合わせるためにわざわざこのお酒を選ぶ必要はないのかなっていう感じはしますね。もう少しお刺身とかよりも味の濃いもの、強いものとかと合わせていくと、非常に相性がいいお酒になるんじゃないかなと思います。で、このお酒ですね、このお酒に合わせていくおつまみをちょっとこう考えてみたんですけど、やっぱりねすごいね、なんだろう、繊細な味とか、そのお刺身とかみたいなものに合わせるならば、もっと合うものはあると思うんです。ですので、これ結構ね、そんなに味は強くないんですけど、芯があるので、ちょっと邪道かもしれないですけど、アンチョビポテトとか、結構味が強くて塩気があって、こう、ダイレクトに味の来るもの
とかとすごく合うと思うので、これはねアンチョビポテトと合わせると絶対に美味しいお酒だと思います。ですのでね、興味のある方ぜひこちらね、なかなかこう一般の酒屋さんとかには出回らないようなお酒だと思いますが、もし入手する機会があればですね、アンチョビポテト試してみていただけたらなと思います。もうそれ以外にもね、自分なりに合うそのおつまみとか探していただいて全然構わないと思いますけど、まあそういう方向性もあるお酒なんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味のある方は飲んでみてください。というわけで今回はですね、こちら、岐阜の飛騨渡辺酒造さんの出している宝来、蔵元の隠し酒番外品、とっておきの辛口というね商品を飲んでみた感想の動画でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回もご期待。